どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ファミレスだよ。いやー、来ましたね、アップデート。早速新武器を使ってみたいので、今回はディスコドミネーションに来ました。ま、あんまりルールわかってないんですけどね。とりあえず近くにダンスフロアがあったんで踊ってたら、なんか盛り上がってきましたね。イエーイ。あ、これなんか選挙できたっぽいな。いやー、めっちゃ楽しい。はぁ？どうやら、ストームの移動とともにダンスフロアも変わるらしいな。全然やったことなかったから、それすら知らなかったよ。って、ここに落ちてんのって、新武器じゃん。フリントノックピストル、海賊スキンによく似合うピストルだな。弾一発しか入んないのか。試しに撃ってみようって後ろに吹っ飛ばされた。どうやらノックバックがあるみたいだな。なるほど、でも当たれば一発が強そうね。早速実戦よ。さあ、敵の占拠してるフロアだ。ここならさすがに当たるっしょ。って当たんないじゃねえか。よし、もう一発。ダメだ、後ろに吹っ飛んだだけだぜ。もう全部使わせてもらうわ。さすがにこの状況逆転、敵がいっぱいいるからな。よし、一人倒したからもっかい新武器試そうかな。って、リロード結構時間かかるなこれ。よし、今だ。はい、外れ。ちょ。もう一回だけチャンスを、よーく狙って。全然当たんないじゃねえか。武器のせいじゃなく、プレイヤースキルの問題なんだよな。ポンプも当たってねえじゃねえか。なんか激戦区に行ったから、ここなら当てられるかも。よし、ターゲットはあの人、しっかり狙って。え。たったの38ダメージ？こんなに苦労して当てたのに？多分距離減衰があるんだろうな。ま、スカーで倒せたけども。お、チャンス。今度は86ダメージか、結構強いな。近めで当てると結構いいわね。オッケー、だいたいどんな感じかはわかったわ。あの後何回かやったけど、やっぱ新武器使うには、ソロの方がいいんじゃないかと思ったよ。ディスコドミネーションだと、最初に拾えないときついからね。ま、ソロなら敵倒すと武器ドロップするもんな。おっと、早速敵ね。新武器持ってないかな。まずはハンドキャノンで遠目から攻撃よ。ぬ。もう一発。お、当たったな。よし、今のはでかい。あとはサクサクでいける。あ、この人フリントノックピストル持ってる。やったね。さて、近くの家漁ってたら誰か来たね。二重階段で登ってこようとしてるな。でも、それなら私が上取れそうよ。登ってくるところを狙うわ。相手の足音をしっかり聞いて。今だ。ここで新武器。おお、キル取れたな。なるほど、近距離で反キャみたいにして使えるのか。近距離なら当てやすいし、ダメージでかいから、結構強いんじゃね？評価が一気に上がってきたな。あ、まだ開いてない宝箱にスラープジュース。でも、遠くで敵も狙いに来てるわ。よし、こういう時こそこの小さな大砲で、あ、ダメだ遠いと当たんねえや。やっぱり中遠距離は反キャの方が安定するわね。お、今ので一発当てたのはでかいな。最初にキルした時と同じ流れね。よし、近距離強そうなのたくさんあるし、建築しながら接近よ。さあ、相手さんはどこだ？見えないな。手前か奥か。まあいいや、とりあえず上に行っとけば有利よ。あ、建築撃たれてるな。く。どこ行った？姿が見えない。来た、けど初弾は食らった。うおおおお、サクサブで押し切れ。うん、サクサブが強いね。お、敵だ、今度こそ当たるだろ。って当たんないんかい。ダメだ、中距離全然当たんないわ。もっと使い方考えないと。うん、やっぱりサクサブが強いね。さっきからそればっかだな。このフリントノックピストルは、建築破壊に使うわ。ほら、そこにもまだ誰かいるんだろ。中が透けて見える程度には建築壊れたな。まあ半キャの方が良さそうだけど。そりゃレア度が違うからね、仕方ないね。と、結構ダメージ与えれたわ。あとちょっとだが、どうする？いや、これ今攻撃しなくていいや。もうすぐストームが来るから、出てこざるを得ないはずよ。そしたらこのフリントノックピストルで、2キル目決めてやるわ。また外れないといいけど。よし、今よ。あ、外れたけど、こうやってストームからも逃げれるね。そんな運用する人いないだろ。そしてやっぱり当たらない中距離。結局最後はサクサクになっちゃうんだよな。霊夢、大好きな SR 捨ててまで新武器を持っている。どうしてもこれ持ったままビクロイ取りたいんだ。よし、そこの二人に横槍入れるわよ。どうだ、金スカーを食らえ。全然当たってないんだが、な。なんで、てかやばい、別の敵が来てる。一気に4人集結か。いや、やばい、負けそう。頼む当たってくれ。よし、倒し。それは無理。
残り121だったから、金のロケランでぴったりだな。そんな奇跡はいらねえんだよ。あ、フリントノックピストル、やっと初手で拾えたよ。あの後も何回かソロ潜ってたけど、なかなか拾えなかったもんな。しかも、今回は今までと違って緑だね。フリントノックピストルは、アンコモンが最高レア度みたいだな。なんか、近くにボードで敵が来たね。気づいてないみたいだし攻撃しちゃうよ。ここは普通にヘビアサで。ついにフリントノックピストル使うの諦めたか。いや、今はインベントリ的に、SMG の代わりとして持ってるよ。って、なんか挟まって動けないんだけど。そう、鬱陶しいわ。変な隙間に挟まっちゃう。フォートナイトあるあるだな。さて、こっからどうしようかな。スコープ付きアサルトかヘビアサでじわじわ攻めるか。建築で乗り込むかだな。いや、なんか遠くからも敵来てるわ。私には気づいてないかもだけど、今のうちに攻撃しちゃうよ。く、一発しか当たんないか。さあ、三つどもえの状況、どうなる？敵同士で戦ってくれたらいいんだけど。横からちょっかい出しといて都合のいいこと言うな。うわ、やっぱりこっちも撃ってきた。あれ何かなー、しこりご？よし、とにかくこっちは相手のシールド割ったわ。だいぶ有利になったはずよ。あ、でも、これって、ストームが動いてる。これやばいかもしれん。敵を倒してボードを奪うしか。でも、この状況で戦ってくれるのか。しまった、やられた。そりゃこの状況なら、いち早くボードで逃げるよなー。く。そう。ここのクワッドクラッシャーを使って、私もなんとか逃げなきゃ。その後焚き火で体力回復し、資材集めとか色々してたら、ゼロキルなのに残り4人まで来ちゃったよ。ま、あえて戦闘を避けてたわけじゃないんだけどね。最初雪のエリアに降りて、ストームから逃げるのに時間かかっちゃったから、資材集めがおろそかになってたんだな。さて、向こうの建築に敵がいるから、これで適当に建築壊せないかしら。どうだろうな。あ、なんか壁薄くなった気もする。よし、もう一発撃っちゃうぞ。え、当たった？マジか。運よくこの距離で命中したな。しかも撃った瞬間数字出てたぞ。スコリボみたいな感じで、だいぶ弾が速いのかな。あと、今撃ってみて気づいたんだけど、フリントノックピストルって、しゃがみ撃ちしてるとノックバックないのね。なるほど、使い方を選べるんだな。あ、そういえば、ヘッドショットってどんくらいダメージ出るんだろうな。確かに、まだ一回もヘッショ決まってないもんね。でも状況的に、今日はそこまで検証するのは無理かもね。さあ、最終局面よ。まずは相手のいる建築を壊す。って、なかなか壊れないな。サーマルスコープ付きアサルトって、大仏こんなに弱かったの？15発全部使っちゃったな。あ、その建築に2人いたみたいだね。ってことはあと1人、サーマルスコープで覗いてた感じ、多分奥だと思うけど、霊夢の近くには敵がいないという判断だな。うん、多分そうだよね。あ、最後の敵見えた。これは私も丘に行かないと不利になるわ。全員がそこの丘に集結しそうだな。く。この辺でなんとか、建築でマウント取っていきたい。おい、落ちちゃってるじゃねえか。下にも敵が、でロケラン、危ないわね。さて、ここに1人いるのは確実。固くガードしてるから、弱ってるのかな。よし、チャンスがあればサクサクで攻撃よ。あ、1人いなくなった。この建築の中に2人いたみたいだな。マジか。気づかなかったわ。さて、どう攻めようかな。とりあえず建築の薄いところから、中の様子を確認しないとな。それもそうだね。あ、ここの木の壁すぐ壊れそう。よし、サクサクで一気に突破するわよ。よく狙って、ここだー。お、結構当たった。よし、あと少しよ。って、頭の上に刺された。でももう一人の敵と交戦してるみたいだ。その隙に金のヘビ砂拾っちゃう。あ、あと一人になったぞ。よし、リクロイ見えてきた。ゼロキルだけど、ヘビ砂もリロードしたし、一気に駆け上がるわよ。最初の一発は、ずっと温めてきたこのフリントノックピストルで、いけおー。や、やばい。今のはやばい。まさか、フリントノックピストルのヘッショによる1キルだけで優勝とは。ただ使ってみるつもりが、思いがけない神回になったわ。それにしても、180ダメージも出るんだな。でもノックバックのこと忘れてて、最後落下してたから、あれで倒せなかったらやばかったな。そっか。忘れてた。恐ろしい。でも、火力はハンドキャノンより高いから、近距離でポンプの後とかに運用すると強いと思ったわ。ハンドキャノンに比べて一発ずつしか撃てないのと、ノックバックが難点だけどな。ということでフリントノックピストル、思いがけないロマン砲を秘めた武器でした。最後までご視聴、ありがとなんだぜ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。グサをゆっくり、のコードを入力して、ぜひ、クリエイターサポートをお願いします。
こちらには、この動画を見てくれた皆さんに、おすすめの動画のリンクを貼ってるぜ。ぜひチェックしてみてくれなんだぜ。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いします。それじゃあ、また次の動画も見に来てくれよな。まったねー。